来た。よし、ちょっとマットメイトのふりして、かつセリフに切られないようにしよう。ほら、ナイス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 、スー。このターン誰よりも早く僕タスクを終わらせますこの試合。任せてください。じゃあ2番手以降になったらどうします？そうですね、もう全然何でも、もうなんかじゃあ死んでもらいますわ。リアルシンプルな。じゃあ僕タスク終わったんで、ああ絶対死がいされて、死んでもらってプロアクションリプレイ使ってるって。チョパーン、2ターン目はちょっとキルを詰まらせないようにした方がいいよな。ジェスターしても死体をちょっと見つけたいんだよな。あ、てかそうだ、キルボタンとキルキーを連打するっていうのもありか。待って、はたさこさんに聞きたい。それこんなことあるの？はいはい。え、かきふだりとかきふだりかきふだりおったけど僕かきさんの方が見え、かきさんの方しか見えてないんですけど、え、どっぷりくんのこれもしかして、うん、もうでもこれミュートしてる人一人しかいないから、ごめんなさい、どっちのかきさんの死体ですか？あ、僕かきさんの方なんですけど。ああ。え、でももう一人のかきさんは近くにいなかった。死人ないな。死人ないっすね。俺かきさんは一人しか見てないの。うんうん、やば、あの武器庫の真ん中ぐらいでカキさんが死んでて、はい、あの走り去っていくパン君が見えたんですけど、パン君はどう見えてますか？武器庫から抜けてキッチン向かってました、ね、死体は見つけられなかったと。見つけられてないです、停電中だったんで。なんだこれマジで。マジで俺脳が追いつかんかったの、画面これなんでホクさんの2人いんの、マジでダブルキルかと思ったらホクさんの2人死んでる。初めて見た、ね、もう一人のカキさんファイボー人はね、もう一人かな。もう一人の僕、魂が分裂。え、ちなみにシェリフいます？シェリフ、もう一人のギフ、え、あシェリフ、あ、相打ちってことか。はい、うちと誰かいる。滝以外死んでへんねん。え、じゃあもうこれ面白かったんでスキップして。もうスキップ、はい。でもパン君逃げてったんでしょ。うん。いや、死体を見つけられてない。パン君で確定でいいですか、肌そこさらして。いや、パン君がすれ違った人とか言わないんだったら割とパン君ですよ。キッチンからキッチン武器庫キッチン展望です。直しに行こうとしてました。うん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 。ジェスターケアしなくていいの？うん、まあその時はそうです、まあ、それもうあれがおもろかったよこの試合は。もうカキさんの面白かったダブキル、ダブキルが面白かった
あら。おあら。本当は一人だった。一人なんや。よかった。阿部ちゃん見てないかな。見てません、僕も。見た人。見てません。見てない。ません。1回目の停電は僕が直したんですけど、2回目は誰直しました？ 2 回目は慎太郎が展望デッキで直しました。はいはい。ちょ、チャキポイさんフェイクタスクしたんで人外だと思います。え、なんか見たなこれ。ちょ、待って、あの、もうその冗談やめようや。あの、除染、除染で動いてたんで。え、あー、それは割と本当に怪しいやつ、ね、え、動いてない動いてない動いてない。え、シェリフ、シェリフいますか？シェリフちゃんと途中からやってる途中。シェリフいますか？提案なんですけど、提案なんですけど、はい、シェリフいない。え、待って、シェリフいます？いない。いない、ね。やっぱカキさん、今は皿落としかないけど、カキさん。え、ミサイル。それ多いよりはアベレージシェリフの方が多いやすいなって。カキさんシェリフだったらパン君を釣ってる夏目たちに責任がかかるから、アベレージって考えて責任転換して責任。そうだね。確かにそうしましょう。確かに。うん。よかった。あ、そっかそっか。そしてアベレージさんの目撃が多分ないと、これは。ないですね。え、貨物にはいないです。貨物脇倍診察の方行って、もう一回貨物戻ってますけど、いないです、そこは。うん。はい、チャゲさん釣ってみる？いや、マジで今回昨夜戦でキルできなくて、メインかな、うん、そう、メインシャワーアーカイブ館で一緒にいて、キルはできない。うん、結果かもしれないけど。メインシャワー、メインシャワー、夏目、最後、宿舎エンジンメインシャワーって移動してて、メインシャワー館の扉開いてました。うん、シャワーに入るときで、うんうん、この2人の行動がせいならば、夏目視点でもほぼ無理かな。キル1が。パン君、パン君黒信号ですよね、これ。たらはい、無理に積んなくてもいいと思うけど。そう、だから僕は、まあ、チェキペさんは人外ですけど。違うよ。違うよ。本当にちゃんとタスクやってたよ。まあ、ジェスターケアで。めちゃめちゃのすけさんが一人で浮いてますけどね。うん、確かにね。僕はもう、あとね、もう嫌やって、同じ日に同じことを、同じことで顔だけられるの嫌やって、ほんまに。センターは無理。だと思う。センター無理、了解。釣られないなこれ。うん。先しろ。伊豆さん、しんどる。今回めっちゃチャゲポヨ浮いてて、アーカイブとリフト右を行き来してます。入れた伊豆さんどこですか？ダウンロードしてます。死人はない？死人はないです。ただ誰とも会ってないのでめっちゃ浮いてます。浮いてるので先に言っときます。伊豆さんメインからシャワーの方に行ったんですけど、うん、トサコさんの方見てないんですか？マジ全く見てないです。片底さんシャワーに入りましたよね。入りました。で、夏目が最後、うん、最後先端とシャワーの入り口付近というか、あの入り口付近のあの勝ちのタスクぐらいで会いました。あ、シャワー奥とかで死んでそうですね。はあ。であれば慎太郎の助は展望デッキで見合ってます。はい。無理です。慎太郎さんは無理です。え、片底とさ、チャケポヨさんがめっちゃ死人してない。点で対抗じゃない？勝ちで死にしてないし、僕がパン君を釣ってるんで、パン君黒字、ね、まあ確かにね、お前ね。で、僕は昨夜くんからできませんよ、キルできないよっていうのをもらってので、うん、でパン君がインポスターで釣られてるっていう前提で進むのであれば、僕は会ってマッドメイとかジェスター、あれポヨさんのは何でできないんですか？昨夜さんから白が、昨夜さんから、昨夜から昨夜さんマットメイトでチャゲポヨさんインポされるじゃないですか。それはあるね。もう1クロス進行になったらロラ一応できますね、うん、僕とロラでもいいですよ。
田迫さんが。なんでセンターとロラになるの？だって、畑迫さんが無理なんでしょ？だって一個前。いや、畑迫さんは違う。パン君を釣ってるから無理。無理というか、そこで追えないよね。あ、でしょ？慎太郎いずから。だったら前の話もあるから。うん。でもその前も夏目市で先端ミーティングで、うん、なんかそんぐらいでいいよっていうぐらいの対抗ではないと思うけど、まとめときてします。次で畑さ、まあチャゲっぽよ。おお、釣られんのこれ。どうやろ。人外残っ、ジェスターじゃなければ。ジェスターじゃなかったんやけどね。クルーなんでまだあの人外残ってます。頑張ってください。かわいそう、チャゲっぽいっす。かわいそう。勝ち適当に夏目先生はインポ、人外だろうけど、ジェスターつけてそうだな、もう、もはや。緑紫。ガチ的と思いました。柿さんのミサイルないよな。ナイス、ナイスボタン。終わると思ってたんだけど。わかる。何かしらを間違えてる。柿さんの枠ぐらいしか思えないけどな。いや、これ一番怖いんが、もう柿さんがそうあれでシリフで切ってるとか。カキさん自爆パン君クルーはある。ある。その場合はチャゲさんで多分落ちてる。こうなったら結構僕が無駄に怪しくなってきちゃう。いや、まあ畑さんがクルーメイトで見間違えたっていう可能性もあるから、うん、怪しくはならないけど、だから白差がちょっと減るぐらいだ。そう、うん。わかんね、どういう場面これ。一応なんか、まあ、僕視点はシャワーの方向に伊豆さんは来てないんで、先端が違うことを言ってる可能性はあるかな。ごめん、それはね、夏目視点でも言える。メインからシャワーに行ってる伊豆は見た。メイン脇は絶対に本当。メイン脇で、ね、夏目先端がエレキに行ったんね。エレキと夏目は女性に行ったんね。で、畑迫さんも女性に行ったよね、うん。そう、あの後夏目が畑迫さんシャワーに入ってるのを見て左に行ったんだけど、その前にしょっぱな伊豆さんはシャワーに行ってる。あ、じゃあ僕見てなくても全然おかしくないじゃないですか。そう、まあ見てなくてもおかしくない、そこでは疑ってない、うん。伊豆さんがアーカイブラウンジ側とかアーカイブリフト側に抜けてるときはチャゲポヨさんが黙ってるから、みんなチャゲポヨさん ICT って言ってた。うん。チャゲさんをインポスターみんな置いてるって形がパン君じゃなくて濃いのは。マットもあると思います。死人を黙ってただけだから。ってなると。そして隠すチャゲ君はさっきのキルでできないから。うんうん。そしたら拓也さん視点ではパン君が白の世界線なんじゃない？なんと、しんのすけで展望で白取り合ってるから、もう拓也さんぐらいしかやれる人がいない。タスクどんな感じですか？あと5。あと5。僕3、あとこれやばい。あと5、もうあと次で終わると思う。もうそこ1番、まあ、まだ PP はないから、次1キルで抑えてって感じかな。うん、頑張りましょう。ボタン押しましょうね。夏目使ったんで。まあ夏目先生人外確定だけど、うわ、これ、死体の位置見つけなきゃいけないから、あの辺見るか。うわ、夏井先生に殺されたらやだな。炎症後期。ナイスボタン、ナイス。リリースぐらいじゃないかなと。僕次ミーティングでタスクあるんでボタン押します。あと2つです。僕もあと2つ、あと3つ、あと4つなんでタスクいたします。同じく。ああ、いや、真相を早く見たいな。どうなってんの、真相どうなってんのこれマジで。
ばいいから殺されるか。なんか怖かったんで29とかぐらいにしました、うん、はい、終わりました。一番中よっしゃー、やったー、退避します。死なせです。タスクどんぐらいで終わります？あと1分のターンで終わるかな、多分。僕左側でコミュカ停電やります。そんなこと言ったら死にますよ。まさかそんなわけ。うわ、どうしたらいいんだよこれ。むずいなジェスター。インポスター依存だな。もう追放しなきゃいけないってならない限りは。通信2人石油。あ、なんかバグってる。ほいほい。簡単な爪ですか。タサコさんがやってました。タサコさんです。簡単な爪ですね。ちなみにタスクはどうですか。次で終わりました。シンさんは？僕あと H ミーティングでラストだから30秒終わったら絶対終わる。タヤさんは絶対アーカイブにいるのをカメラで見たんで関われないですし、僕カメラ見てたから。する気はないですか？うん、カメラ見てたからキルできないです。まあ超度安定取るならする必要がないかな。うん、いろいろマックス氏を考慮するんだったら、うん、いや釣ってみるか別に。あ、じゃあ畑そこさん釣りません。あ、でもそうだ、ジェスター釣りの機器もあるから多分安定はスキップだわ。別目先端で多分結局それさっきタスクと負けてるからちょっと怖いです。いやでも今回はさすがにだいぶ例会も長かったから、さすがにインポスター待ったから。あ、これさすがに無理だな。インポスター、インポスター陣営ちょっと投了します。すいません、ちょっとあのジェスターいますか。クルーに勝たせたくないんで、ジェスターの人と夏目先端でジェスターに入れてジェスター自投票で勝ちなの。やってるクルーに勝たせたくない。やってる。あのどういない、いいんですか、いいんですか、そんな。はい、たら出てきてほしいけど。あ、僕ジェスターじゃないです。あ、待って、ないんかよお前って。投票してんだろ。え、いないのか。うわー、いないのかー、ごめん。じゃあセンター普通に。残念ながらイントロさん、夏目先生ゴミー。あ、僕スキップ、スキップ、スキップ、うん、30秒で絶対に終わるから。あ、オッケーです。でも夏目途中までセンターあたりがジェスターだと思ってたけど正解です。うわあ、そうなの。え、そう、ロラめっちゃされたがりだったから、シャワーアーカイブでの。あ、確かに。いや、てか、ムーリン勝てねえよ、これ。もっとキル頑張れよ、インポスター。頑張ったろ、お前。タスク進行は一番きついんだよ。え、これ誰がワットだった？うわ、僕に入れて、夏目先生、僕に。いや、もう2票だよ、どうせなっても。仲良くして。悔しすぎる。マットどこで、夏目が殺したか、じゃあ。はい、じじい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 。じじい。そうか。いやー。あ、てか、そっか、セリフに殺されたのか、想定。うん、いや、違うんですよ。あ、違うわ。違うんですよ。初手、あれ？
夏目とパン君で、パン君が普通にバレたの。夏目とパン君がマジでカキさんを殺そうと思ったの、同タイミングで。同タイミングで切れた。で、僕、多分夏目先生もキルクル溜まりました。上がりましたよね。同じタイミングでキルクルさんからカキさんを、それが。タイミングで1人切ったんだ。同時キルだったから。多分30なって。キルモーションが2回入って。あれめっちゃおもろいやん。あれ死体2個あったんかな、じゃあ。ああ、じゃあ本当に2回殺されちゃう。二度死ぬ。あの、同時押し、同時押しで殺しました。なぜ、おもろいじゃん。一斉のせで殺した。すごいな。柿さんの捨てみたいな、それは。うん、いやー、むずいな、ジェスタ。いや、難しそう。いやー、もう急に先端さん塗ってきたから、もう、めっちゃ動揺しちゃったよ。クソ敵と言いましたよ。実際1回も見てないですからね。同じことでね、2回死んだもんな。デジャブやったもん俺に。畑坂さん、畑坂さん弁当見てなかった。夏目、畑坂さんがシャワーの奥に行ったタイミングで弁当に入って伊豆さんを貨物でキルしてます。見えてなかった。そう、マジか。あのタイミングで後ろに真後ろで入った。もうタオル拾うのに一生懸命ついて。マジか。